皆さんこんにちは、合格とビリ TV MC のヤービです。今回は情報学部って何ということで、知られざる情報学部についてお伝えしていきたいと思うんですが、情報学部と一言に言っても学べる内容が違ってくるので、ぜひね、情報学部を目指している高校生にぴったりの学部を目指してもらえるように、今回はお二人にお話を聞いていきたいと思います。自己紹介の方お願いします。早稲田大学人間科学部人間情報科学科1年の太田です。東京大学理科一類2年の綾田です。では情報学部ではどんなことを学ぶんですか？情報学部は文系理系の2分野の視点から情報の原理とか役割を勉強します。日本では1980年に文教大学が初めて設置したそうです。まず文献学問としては、人文社会科学系の学問と連携して、社会システムの中での情報技術の役割や情報メディアの役割、情報コミュニケーションを研究テーマとしています。対して理系学部では、コンピューターのハードウェア、ソフトウェア、情報システムなど情報についての基礎となる分野を数学を主に使って学びます。情報学部にはどんな学部学科があるんでしょうか？まず文系から教えていただけますか？文系に属する情報系の学科としては、経営情報学科とか国際情報学科といったものがあります。分離融合型はどうですか？分離融合型に関しては、社会情報学科とか情報科学学科といったものがあります。理系はどうですか？理系は工学部とか理学部の中に情報系の学科があるっていう風な感じになっています。なるほど。なるほどですね。では文系、分離融合型、理系で、それでどんなことを学んでいるのか聞いていってもいいですか？はい。まず文系から教えてください。文系では幅広い教養として情報について学ぶことが多いです。例えば経営学とか社会学とか社会科学の面からアプローチすることが多いです。分離融合型はどうでしょう？分離融合型だと、データ解析とか情報を活用して研究するということが多いです。データサイエンスに近いことを学んでいる学科がありますね。ビッグデータとかもなんかそうなんですかね？そうですね。はい、ちなみに理系だとどうでしょう？理系だと数学の知識や理論をベースに情報について研究することが多いです。理学部と工学部に情報系の学科があるっていうふうに言ったんですけど、理学部は理論寄りの研究、工学はもっと実践的な研究をしているところが多いっていう印象ですね。なるほどですね。実際に、どの大学にどういう情報学部学科があるのか、ちょっとこちらで見ていきましょう。結構やっぱ有名大学しっかり情報学部学科ありますね。やっぱり有名大学だと最近情報系も人気なんで、情報学科ってやっぱあるんですかね。はい、はい、そうね。結構東大もなんかいくつかあるんですね、情報学科でも。そうですね、工学部に機械情報とか電子情報とか、理学部だと情報科学科というのは結構有名ですね。はあ、なるほど。名古屋大学も情報学部でこの文系理系あるみたいなので、文系の人でもね、しっかり受けられると思うんで、こちらしっかりチェックしてほしいですね。結構分離融合型のこの情報学部学科もあるんですけど、例えば明治の情報コミュニケーションとか多分有名だと思うんですけど、これって入試はこの文系理系どちらもあって、ただ入ると多分入ってから学ぶことが理系文系でも同じだと思うんですけど、そういったところもあるみたいね。そうですね。ちなみに太田さんが早稲田人間科学部人間情報科学科に通われているということで、こちらはまた分離融合型だと思うんですけど、はいはい、学部の特徴とかも教えていただけますか？はい、私が通っている人間科学部人間情報科学科では、人と人とか人と物が関わる時の接面、そこをインターフェースっていうんですけど、そこを行き来するものを情報として捉えて幅広い研究をしています。どういったことを学ばれるんですか？この学科には5つ学系があります。1つ目が情報科学、これはプログラミングとか人工知能とか一番数学寄りの学問だと思います。はい、2つ目が認知科学、これは心理学に近い学系で、人はどう物事を知覚するかとかを研究しています。心理学的な、じゃあ側面から見るとね。はい、3つ目が人間工学です。これは使いやすい道具の設計とかを学んでいます。これも人と物の関わりを研究しているものの一つですね。なるほど。確かなんか早稲田 の, この人間科学部が作ったこのシャーペン、なんか有名なシャーペンとのコラボ商品とかがなんかあって、あ、はい、僕昔ちょっと買って使ってました。そうなんですか？はい、そういうなんかちょっと道具の設計とかもやってますよね。はい、4つ目が教育工学です。これは教育学部にも近いような学系で、人はいかに物事を学ぶのかということを研究している学系です。なるほど、そういうこともやるんですね。はい、最後の5つ目がコミュニケーション学系です。これは言語学のようなもので、言語を人がどう認識しているかとか、あとは言語に関わらなくてもジェスチャーで伝えることを研究していらっしゃる教授の方もいます。情報と一言で言っても、いろんなこのなんか側面があるんですね。そうですね。どっか見て、はい、なるほど。そして幅広く学ぶことができますね。はい、人間科学部には 1,2 年で必修のデータリテラシーという授業があります。
この授業では Excel の使い方から統計学の基礎まで、あとはなんとか分析っていうものが、数学的なものたくさんあるんですけど、そういったものまで幅広く学ぶことができます。情報を学べる必要なところからしっかり、まあ Excel とかそういう基礎からやっていくってことですよね。はいはい、ちなみになんかプログラミングとかってなんかどうなんですか？結構気になってる受験生高校生多いと思うんですけど。私の学科ではプログラミングは実は必修ではありません。そうなんですね。はい、でも学びたい人はたくさんいるので、周りにも、うんうん、Python とか Java とか C 言語とかいろんなプログラミング言語があるんですけど、うん、そういったものも学ぶことができます。 Python とかも最近結構流行ってますよね。はい、人気ですよね。理系の情報学科の情報とかはありますか？茶の水女子大学理学部情報学科に通うサプリメンバーに話を聞いてきたんですけど、はい、まず理学部情報科学科のモットーなんですけど、うん、充実した数学教育、少人数の指導、うん、コンピューターとともにアイデアを形にを掲げているそうです。へえ、なんかかっこいいですね。ですね。はい、数学教育ということで数学の授業がかなり多いらしくて、理系大学生がほとんど必修の微分積分学とか線形代数学だけじゃなくて、数学科が勉強するような結構難しいところの数学まで勉強すると。やっぱそこは理系なんですね、しっかり。ちなみにプログラミングについてはどうですか？プログラミングは必須だそうです。種類は C 言語を主に使うそうです。有名どころだと他に2年の後期から Java も扱うそうです。なるほど。 C 言語ってまあ結構大変だと思うんですけど、どうして学ぶんですか？ C 言語って実はコンピューターの仕組みを理解していないと書けない言語になって、C 言語を学ぶ過程でコンピューターについて理解を含めるっていうのを目的としているそうです。なるほど。茶の水女子大学では1年次から C 言語を習うそうです。すごいですね。というわけで情報学部学科に関して紹介してきました。自分の学びたい内容をしっかり選んで大学を選んでください。情報系学部について質問がある方はぜひコメントで教えてください。この動画がいいなって思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。